まあ、サンブルッツさんは、まあ、ソンガアペレルの第一番目の重要なお客さんなんで、で、まあ、基本はあのお客さんからあの、まあ、メールとか指示がある場合は必ず30分以内に結果が出なくても家庭の報告をしなさいというの、まあ、そのモットーで、まあ、社員教育してます。ありがとうございます。